天気予報しっかり雨って確認したのに傘を持ってかない男、カズマルクスでございマルクス、今日もですねマリオカートデラックス、今回はレート戦ちょっと大当たりの部屋を引きましたので、この部屋でね走っていこうかなということで、さあ1位一瞬1位、ま、OK 3位か。さあ天の川さんよろしくお願いします。8万レート、4万レート、5万レートってすごいね、高レートの方しかいない部屋を今回は、ね、引いちゃいましたね。この部屋でね走っていこうと思いますけども、さあフさんがね8万だね、あの人がこの部屋の一番偉い方なんで、あの人に勝っていきたいなという感じ。もうちょっとマリオさんだってマリオのおっさんか、マリオとおっさんをかけてんのか、将来のマリオの顔なのかもしれない。さあ今回はですねテレサが風邪をひいてね体調不良ということで、悪いじがね代わりに出席してくれましたんで、今回はこちらの悪いじさんで走っていこうと思いますけども、 FB よけの達人カズマルクスかかってこいやユーさんで、スター大丈夫、よしギリギリ攻めつつ、さあ後ろに、いやオッケーオッケー、スナイパー残れ、オッケー危ねえ、超ギリギリ、いや落ちる寸前だったけど、さあこれ裏のスターうまく使っていきたいな、これ消化に回そうかなということだったんだけど、危ねえ、トゲよける。さあちょっとシングル割りミスしたんだけど、まだ割らなく、いやここで割るか、ちょっとイカスミで落ちるのが怖かったんで、まあ、少々使ってしまいましたけど、どうだろうなこれダブル割れる、よしナイス、スター振ってほしいな、スタジオスター振ったらみんな、いやわっしょいわっしょいって感じだよ。キラー振ってほしいね。さあ、赤黒持ってた人いたんだけど、あ、僕だ。僕標的だったんで、これは使わざるを得ないマルクス。どうだろうな。そろそろ振ってもいい頃なんだけど、今ちょっとコロナって言っちゃったな。さあ、でも1位との差はそんなにないな。まあ、追いつけるっちゃ追いつけるよね、この差。で、今回はね、相変わらずのクッパシップ使っていこうと思いますけども、クッパシップの、ローラータイヤカスタム。スター引いてほしいな。どうだろう。回避できるんだけど、あ、オッケー、これ使います。で、落ちないように気をつけて、サンダー回避頼む、引いてくれ、お願い、オッケー来た、うおー一気に浮いていく。さあ8マレット踏み潰す、踏み潰す、いや踏めないか、いや引くなよちょっと、いやマジか、もうなんでよ、もうくっそ、もううわー、もう勝ちを確信したのにか、でもまだ諦めない、7位、もうなんでよ、あのスタータックルマジゆるさん、お前モナーさんかな、いや、モナ、モコじゃん。よく見たら、モコって書いてあるんだけども。今日の動画、2コース目はですね、お前、モコさん、ちょっと先ほどは許さないぞ。もしかしたら、さっきのスタータックル、違う人かもしれない。もしかしたら、勘違いしてるから、一応、編集画面でね、確認しておこうかなと。ミュージックパークじゃなくて、パックンスライダーでもなくて、ウォーターパーク、間違いすぎだな。パークがめっちゃ続いちゃったんだけど、さあ6位か、まずコインだな、コインを取るものはマリオカートを制するっていうね、まあ、隠れことわざがあるのをご存知ですか。ということで皆さんお気づきでしょうか、結局ですねもう復帰したね風邪からもうテレサってふわふわしてる体型が特徴的なんですけども、もう早速ね体調をね早くも直してね、でもマリオカートにね復帰して今回2レース目から参戦という形になりますけども、よろしくお願いします。さあまずはコイン10枚だな、もう許容範囲はせめて7枚だね、7枚以上を、まあ、キープしつつ理想は、まあ、10枚を、まあ、常に持っておくっていうのが貯金10万円理論って覚えていてくださいと言いたいんですが、ちょっとこれ前上がるのが厳しくなってきた気がするな。でもマリオカートはですね3周目がすごい大事になってくるゲームなんで、そこでなんか1位の人さ悪い自慢、マップ外にいなかった、あれかな、裏技を使ったとか、もしかしてタイムアタックの、まあ、双方を使ったと見た僕は。残り1週間ちょっとこれ最下位だぞ、危ういな。さあ危ねえ、しっかりね緑イコーレオ系の達人カズマルクスなんでよろしくお願いします。いやーこれちょっと差があんまり良くないぞ、使うか、近畿の使いつつ最後のアイテムにかけようか。さあテレサのパワーでキラーあたり引いてほしいな、あサンダーアイテム回避アイテム引いてほしい。さあスターかまだ使わない、さあこのギリギリのタイミングで使いつつお願い、もう1回連続で3段階したいんだけど、さあ木野さんだね、ちょっとこれコース外端戦法めちゃくちゃ強いからね、ここで一気にオッケー5位まで上がった。前のロイと悪い字がなんか巻き込まれててね、まあ、ちょっとした漁夫乗りで、5位フィニッシュありがとうございました。ヤフさん早えな。第3レース目も引き続き取っていきますけど人がいなくなっちゃったな。8万のさフさん、もしかしたら実況者の隠れ身かもしれないんですけども、その方もいなくなっちゃって、今回ね、6人でね、わちゃわちゃね、なんかもう仲間割れとかそういうの抜きでさ、仲良く走っていきたいなと思うんですが、ここはミラーの GBA マリオサーキットかな、
さあミラーはちょっと苦手なんでここで1位取っていきたいなと思うんですが、よろしくお願いしますということで、あれテレサはどこって、まあ皆さんね突っ込まれると思うんですけども、あの実はですねテレサ風邪ひいちゃったね。ウォーターパークでね水に濡れまくってちょっとねまた寝込んじゃったんで、今回ねドンキーさんがね代わりに走ってくれるようなのでよろしくお願いします。悪い意地テレサドンキーと来て、さあまたねテレサは復活してくれるのかっていうのがね面白くなってきそうなんですけども、さあワワワさんと10点さんがね新しくアップねー。さあ避けて、いや1のからちょっと抜けてんな、これは赤コーラ投げられる可能性があるんでここでしっかり回避してスーパーカウ、よし OK、 マリオスさんいるな。トゲゾウどうだろう、6人ってさトゲ引く順位なのかな、そこがちょっと微妙なんですけど一応投げてみようかなと思います。で赤コーラしっかり潰しつつ横当て、いやー横当てしないか。でボム兵はしっかり読んで、一応多分無防備だと思うんだよね1位だから、ここでしっかり赤コーラを投げて潰していきます。いやーナイスうまいわ。でしっかりマリオさんね、マリオとおっさんの組み合わせているよくわかんない名前の方がいますけども、最後ねしっかりショートカット決めて1位ねフィニッシュさせていこうかなと思います。やばいミスってるけど、ミスってるけど大丈夫かな、よしオッケー1位フィニッシュありがとうございました。アップねギリギリマリオスターと同率で並んだんですが、いや次の最終レースでね人が増えてくれることをね願って、あれから何年か経ったけど人が増えることはなかったのである、そのまま滅亡しちゃったのである、というわけで部屋を変えちゃいました。ここはヨッシーサーキット L のスリストもらいたい、いやスリストなんかこれでもケツ、あーケツもう一回ケツもう一回ケツ、よしなんか1位出れたわ。さあでも1位を泳がせて後で抜かすっていうのはもう読みなんだけど、逆をついてもう前出ちゃおうということで、ヨッシーサーキット 150cc 走っていきます。でドンキーさんがねまた今回は風邪をひいちゃったということでバトンタッチしまくりなんだけど、よっしゃ勝ち申しマルクス。さあしっかりねこのトゲゾウを重宝していきたいなと思うんですが、いやまたですねフさんが入ってきた8万レートの今回ね修復の時が来たようなので、今回はね勝っていきたいと思いますけども、よろしくお願いします。さあ9枚だからこのね1枚 1% の差がね結構でかいんだよねスピードが、だから10枚満タンを意識してしっかりねどんどんね最速イン付きを決めつつ走っていきたいと思いますけども、やべえもうクッパシップ最強なんじゃねえかなって個人的に思っちゃってる。いやーこの赤コーラででも軽減、バナナで軽減できないか。でトゲゾウ来たじゃん、もうガーモンめちゃくちゃやもうこのゲームもうねめちゃくちゃやもうなんなの、赤コーラ来てはサンダー来てはアイテム取れないわ、でトゲゾウも来るわ、でもうやってらんねえわ。いやみんなのために頑張るわ、ここで諦めちゃね、もうダメだという名前がいるけど、まあその分自分がしっかり勝っていきたいですね、よろしくお願いします。オッケーで前は前もキノコ持ってんのか、まあでも昨日1出ただけでもすげえありがたいな。さあでも3周目もコインはねバッチリ集めていきたいなと思うんですが、いやもうダメだ、赤コーラを投げて、よし命令系になっちゃってるけど投げてくれ、投げて投げろいやどうしろ、後ろに投げてくる可能性とか全然ありえるから、ちょっとそこ結構気をつけなきゃいけないな。でうーん緑スナイプラテス当てたい、でここしっかりダブルを無理にでも、強奪して、うわっもうやべ今発狂してさ、なんだっけ、やべえ US さん、よっけー3位かな、最後なんか US アメリカだけど日本の国旗いた、最後発狂してさ芝くぞーらーって言おうとしたけど口に出てこなかったんで、なんかそのままね実況続けちゃいました。はい、ということで今回の動画はねここまでにしようかなと思います。まあこんな感じのねレート戦の動画だったり、他にはですね実況者では多分珍しいね 200cc のレースだけに特化した動画なんかも上げてるんで、 200cc 苦手な方もしくは逆に周りに 200cc が得意な人がいるという方いたら、ぜひね宣伝や上手くなりたいという方はぜひねこの動画このチャンネルをねまあ参考にしてもらえればですね確実に上手くなると思いますので、ぜひね見ていってください。はい、ということでこれからもどんどんね有益な情報動画をね発信していきますんでね、また見てみてください。それではカズマルクスでした。また次の動画でお会いしましょう。ドラゴンロード 150cc 走っていきます。さミスク決めたいな。さウルトラしっかりためてピョン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 跳ねて飛べ、よーしうまい完璧だね。いやしっかりドンキーちゃん偉いよいやキノコ持ってんのか、ワカメ食べるさ
それちょっときついな。で、後ろ後ろ引っかかる。よし、ナイス。カロン引っかかったね。これはでかいね。この読みはでかい。で、後ろは赤、これ大丈夫。よし、ナイス。で、しっかりウルトは溜めて、ぴょん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 。あぶね、ぴょんぴょん。あぶね、よく決めた。今さ、突っかかったからちょっと心配だったんだけどさ、マリオスさん避けて、さすがに緑コーラ大丈夫でしょ。うわー、あぶね、緑怖っ。で、一応ここで入れ替えして、ボメ置く、ボメ、これ絶対食らう。よし、後ろしっかり仕留めて。あれ、刺さってないのかな。いや、マジかよ。わかめ食べるさ。最後、ウィニングチュイ、アップね。